ルイ・ウジェーヌ・カベニャックの肖像画、ジャンバティスト・ドゥラフォスが1848年。ルイ・ウジェーヌ・カベニャックは19世紀フランスの共和派軍人、首相、ジャンバティスト・カベニャックの息子として1802年10月15日にパリで生まれた。軍人として教育を受けた後、1824年に公平士官になり、 ギリシャ独立戦争中の1828年のモレア遠征に参戦した後、1829年に大尉に昇進した。1830年の7月革命が勃発した時はアラスに駐留しており、自身の所属連隊のうちルイ・フィリップ一世の新体制への支持を表明する最初の士官となった。翌年に共和主義者だとして軍務を解除されたが、 1832年に再び軍に呼び戻され、フランス領アルジェリアに派遣され、以降1848年までアルジェリアに駐留した。アルジェリアでは1836年から1837年にかけてのアルジェリア総督、ベルトランクローゼにより、トレム戦中留軍の指揮官に任命され、15ヶ月間務めたほか、1840年には、 シェルシェルの守備を任せられた。このように戦場で功績を積んだことで1844年には王族のオマールコアンリがカベニアックのマレーシャルド艦への昇進を要請するほどとなった。1848年革命に際して死団将軍に昇進するとともにフランス領アルジェリア総督に任命された。陸軍大臣への就任も打診されたが新政権を安定させるために パリに軍を駐留すべきとするカベニャックの主張に臨時政府が難色を示したため就任を辞退することとなった。その後、カベニャックは1848年フランス政権議会選挙で当選するとパリに戻った。カベニャックが5月17日にパリに到着した時点ですでに暴動が数度勃発しており、さらに6月22日には6月放棄が勃発した。 この状況にあって、議会には武力行使という選択肢しか残っておらず、カベニャックはまず陸軍大臣、ついで行政長官に就任して、放棄の地圧に当たった。国民衛兵は信用できず、正規軍の人数は不十分、反乱軍が戦闘準備に十分な時間をかけてバリケードを築いたという難局だったが、 カベニャックは6月23日から26日朝までの戦闘でバスティール広場まで強行軍して放棄の鎮圧に成功した。以降1848年フランス大統領選挙まで暫定の政府主席を務めた。カベニャックは大統領選挙に立候補したが約150万票しか得られずルイナポレオン・ボナパルトに敗北した。 敗因は6月放棄の鎮圧で労働者とブルジョワの支持を失った説と大衆が度重なる革命に疲れ、カベニャックの恩恵共和主義にすらうんざりしたとする説がある。大統領選挙以降、引き続き野党の一員として議員を務め、ナポレオン三世のクーデターで他の野党議員と共に逮捕され、アムジョーに短期間投獄されたが、すぐに釈放された。 1852年フランス議会選挙で立法院議員に当選したが、1852年憲法への忠誠を拒否して辞任した。1857年10月28日、サルト県で死去した。息子に政治家のジャック・マリー・ウジェーヌ・ゴドフロワ・カベニャックがいる。ありがとうございます。